Ireland. Thank you, thank you. どんどん寒くなってきました。もう9月の終わり、もうすぐ10月です。だから今日ちょっと厚めのセーターを着て撮影しようと思います。で、今日の料理は寒くなったらやっぱりカレーを食べたい。あったかい時もカレーを食べたいけど、寒くなってもカレーヌードルを食べたい。ということで、今日はこのカレーヌードルビッグサイズを使ってカルボナーラを作ります。カレーヌードルのカルボナーラ、それだけでもうまいんですよ。それだけでもうまいけど、辛いのが好きな人はその上にキムチを乗せてください。キムチを乗せるとまたまたうまい。このカルボナーラの味がぐんとまた一段引き立ちます。本当は韓国の辛いラーメンを使おうと思ったんですけど、ちょっと辛すぎるんですよ、韓国のラーメンは。だからやっぱりキムチで辛さを調節した方が日本人には向くのかな。だからキムチの量で辛さを調節してください。だから今日はカレーヌードルのカルボナーラを使って、その上にキムチをのせます。これがうまい、本当にうまい。じゃあ頑張って作りましょう。じゃあ水を 200g 入れます。ミルクを 200g 入れます。はい、これで沸騰させます。ここは強火で大丈夫。そしてカレーヌードル、これの下準備。はい、これをトントンと下に叩きつけます。ここに固まっているカレーヌードルを今下に下ろしました。すぐ外れるように下に下ろしました。はい、これが上に上がってきました。これですぐ鍋に移すことができます。沸いてきました。じゃあこの中に全部入れます。全部入れます。そして中火にします。沸騰しすぎたらダメだから、ちょっと弱めの中火。もし強火だったら沸騰しすぎて、牛乳が入ってるから沸騰しやすいから、だから中火です。カレーヌードルっていうのは本当にいい香りがします。本当に美味しそうな香り。少しコーヒーを入れます。そしてガーリック1センチ。はい、じゃあ卵を割ります。できました。ここにチーズを入れます。60g のチーズです。チーズを溶かします。はい、いい感じです。じゃあこれで火を止めます。カルボナーラの場合は必ず火を止めて、それからその余熱で卵に火を入れます。余熱です。今火を止めてます。このあったかいまんまの余熱で卵を調理します。ほら、とろーりとなるでしょ。とろーりとね、とろーり。これが美味しいカルボナーラです。カルボナーラの卵に火をつけすぎたらダメです。じゃあ移します。はい、ケチを乗せます。これはお好みです。量は決めてください。はい、色付けにネギです。ネギ。はい、できました。カレーカルボナーラキムチ添え。So guys、 できました。キムチカレーカルボナーラです。おお、うまそう。今回キムチが入ってるんだね。初めてだね。カレーの香りがすごいいい匂いだね。カレーの香りがいい、うん、カレーのカルボナーラ自身の作り方は前とほら作った方で変わらないもんね。変わらない。だからキムチが足されてるから、うん、じゃあアイちゃん食べてみよう、うん、じゃあいただきます。うん、うん、うん、おいしい。じゃ
かピリッとした感じがあるね。ピリピリくるけど、うん、全然辛いっていう辛さじゃない。ちょうどいい、うん、カレーカルボナーラが抑えてくれてる辛さを。一応牛乳入ってるからそのせいかな。ね、なんかこのクリーミーさがね、辛さを抑えてるって感じ。うんうん、結局辛いかと思ったけどさ、そんな辛くなかったからもらおう。うん、キムチの味とこのカレーカルボナーラのこのクリーミーさとこのカレーの味が、うん、本当に合います。美味しい。うまい。あ、これまた食べたくなる味だね。本当に美味しいわ。うん、セラどう？カルボナーラ、うん、美味しい。美味しい、うん、セラもちょっとキムチ食べてみる。あ、これだけ、これだけ、このこれにこれ全部食べる。辛くないやろ。なんか it's like sour。 うん、美味しい。なんかね、ほら辛くないじゃんね。でもまたセラカルボナーラが味をなんか、そう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 、そう姉さんうまい。全然大丈夫でしょ、これ美味しいよ。みんな知ってると、なんかほらキムチ入れるとさ、福神漬けとかラップとかそんな感じの組み合わせしない、カルボナーラに。あるよね。ほら辛いと思ったけどさ、こういうちょっとしたさ、あのほらなんていうの、サワーアンドスイート、しょっぱさ、not really salty, like sour and sweet. And then, 甘酸っぱい。そうそう。And then there's カルボナーラがさ、うんうん、一緒に混ざってこれうまいよ。あ、本当にちょうどいいって感じですね。辛くないのが良かった、いつも。ヨマトセラ辛いの好きじゃないから。そう。だから安心して食べれます。セラ美味しいもんね。美味しい美味しい。キムチおかわり。はーい。Thank you. 今顔映った。うん。キムチ。入れるのもダメ。うん、美味しいからポン。おもり、うん、俺いいよ。本当にね、このキムチとカレーカルボナーラが本当に合うと思うからね。これ美味しい、びっくりした。うん、あいちゃんだけがキムチしてるの。うん、え、リオンは食べる。でもそれキムチって言ったってさ、いろんなキムチあるから、うん、それ辛くないやつだったの。一番辛いやつ、もっと赤っぽかったもんね。食べて、え、これもこっちじゃん、キムチこっちじゃん、ちゃん、あの韓国のあの辛いペーストがコチュジャンキムチって言って、うん、全部同じキムチないの。うん、全部同じ。全部赤いです。まあ大体同じだけどね。だから違うじゃないエニオマ。カレーバナーラにキムチが合うって本当にびっくりですね。うんうん、これうまいよ。うん、なんかキムチの味がすごい合うんですよ、このクリーミーさの。クリーミーさとこのカレーの味が、うん、それにキムチやろ。うん、そのさっぱりしたキムチ。うん、キムチが冷えててよかったね。うん、でもその前見たど、あの今見た通りに本当に簡単なんですよ。3分4分でできる、材料さえ揃えればそんなに簡単にできるということなんで、本当にもうあの作ってみてください。これ本当に美味しい。うん、シンプルで美味しい。そう、本当にパパッと簡単に作れて、もうあのスーパーであのどこでも探せる材料を使って、こんなに美味しいあの料理ができるので、皆さんも安心してぜひ作ってみてください。はい、特に辛いの好きな人たちも、キムチ以外に他にも辛いあのおかずとかを載せてみたりして食べてみたらいいと思うので、うん、あとなんかほらそういう、これなんていうか似たような漬物ね、そういうのも合うかもしれん。うん、合うかな、うん、多分合うと思う。美味しいから、なんで皆さんもぜひ作ってみてください。はい、次回作る動画はご飯のお供シリーズのタンドリーちくわです。お、タンドリーちくわ。タンドリーって言ったらタンドリーチキンがあるじゃん。あれ知ってる？知らない。聞いたことない。インド料理。インド料理だ。そうそう、インド料理だから、それをちくわで使うから面白いよ。初めて聞いた。でも楽しみだね。うん、楽しみ。うん、じゃ皆さんもね、楽しみに待ってましょう。待ってましょう。はい。So, thank you guys for watching this video. ぜひ登録ボタンと LIKE ボタンとベルのボタンを押して、コメントにいろいろ書いてくれると嬉しいです。はい。美味しかったですね、これ。本当美味しかった。いや、よかった。なんていうの、これキムチとカルボナーラが本当に美味しい。辛くなかったっていうのが良かった。そうそうそう。もう口にすごいあのこのピリピリさがね、全然、うん、あの来ないこと、あのクリーミーさ。あのこのカルボナーラがね、辛さを抑えてくれてるから、うん、あの辛さのことは全然気にしなくてもいいって感じね。だけどなんか辛くなる。うん、ね。
なので皆さんもぜひ食べてみてください。はい、じゃあ次の動画でまたねー。